はい、ではまずね、開業届の方を検索していきますね。開業届で検索、特に画像検索すると出てきます。で、一つクリックしてみましょうか。ここに書いてますね。ちょっとクローズアップしてみましょうか。はい、こんな感じになってます。個人事業の開業、廃業等届け出書となってますね。一番上に、ちょっと見にくいですね、ちっちゃくて。こちらどうでしょうか。あ、これ見やすいですよね。税務署署長に、要するに開業届って税金の関係で税務署に出すんですね。で、納税地ですとかね、まあ2番3番と、これまあ読めば何を書けばいいのかわかるようになってますし、ちょっとわかりにくかったら税務署の方で教えてもらいますんで書いていけばいいと思います。それで開業日を書くところがどっかにあるんですよ。いつから事業を始めたんですかってところね。そこに、まあ今日の日付でもいいんですけども、遡って例えば2019年の1月から始めました、2018年の3月から始めましたみたいな形で、事業を始めた日を遡って書くといいと思います。通常は開業届っていうのは開業して1ヶ月以内に出すことが義務付けられていますけども、期限が過ぎたからといって特に罰則があるわけではないんですよね。ただですね、2年前3年前に遡って開業届を出すとなると、同時にですね、その間の商売した税金はどうなってるんですかって話になりますから、もし売上が上がってるようでしたらね、経費と計算して、税金を算出して修正申告をするということになります。で、売上が全く上がってないよと、経費もまあかかってるけども結局マイナスもしくはプラマイゼロだよってことでしたら、まあそれは申告がね、まあいらないとは言わないんですけども、ゼロ申告という形で、納税額ありませんという形で、修正申告をね、するとよろしいかと思います。要するにね、税金って払うお金がなくても、結局はね、やらないといけないってところがありますんで、商売してますよって手続きですからね、開業届の書き方っていうのは、まとめますとね、これ12番まで丸があるじゃないですか。これ書くだけですから、非常に簡単でございます。特にね、誰かから教わることはないかなと思います。ただ、耳慣れない言葉とかあると思いますんで、そちらの方はね、検索して調べていただくか、まあ、税務署に行って書き方を教わるのがいいんじゃないですかね。ということでございます。